あ、こっちは、鈴子の方やな。ああ、こっちからやるか。あ、探偵事務所できてますやん。超暇なんですけど。ちゃんと白が雑用してる、あいつ。依頼一つも来ないだに。そもそも探偵事務所構えてること誰も知らんし。いらっしゃいませんね。ちょ、待って、音小さいかも。音あげるわ。こんなじゃなかったんだけどな。ああ、誰か来た。来た来た。これは依頼人が来たに違いないよ。どんな難解、難事件が待ち構えてるか、ワクワクが止まりませんな。いらっしゃいませ、なに。うさぴょんも結構なんだかんだ乗り気やねんな。探偵地下街のスクープ第4章。これがあれやな、鈴子の方の第4章やな。お前かーい。よ、うまくやっているか。なんだ、依頼人が来たーって思ったのにおじいさんか。テンションだだ下がりだに。はあ、依頼人来ないかな。なんだ、そんなことを言っていいのか。お主が心待ちにしてる、しとる依頼をわざわざ持ってきてやったというのに。マジっすか。やだな、おじさんってば。はい、それは早く言ってくださいよ。調子のいいやつだに。一体どんな依頼なんですか。おとり捜査、怪盗との対決、それともそれとも。まあまあ、落ち着くんだ。依頼の内容は白に伝えておる。あいつから聞いておくれ。これ、あれじゃねえかな。妖怪落ちランクあげるってやつじゃないかな。いつの間に？全然ね、妖怪落ちランクあげるクエストが来ないっすよね。あー、こっちはあれか。探偵クエストとして依頼を受けんじゃん。あっちはミステリーとして受けてたよな、クエスト。あ、なるほどね。おはようございます。探偵依頼をご確認くださいませ。何がある？不思議探偵社初めての依頼。桜住宅街にいる依頼人の女の子が困っているようです。不思議探偵社初めての依頼、気を引き締めてまいりましょう。え、このご褒美のキュートなリボンって何？初めて見た。女の子が困ってる。これはほっとけないだにね。詳しい内容は桜住宅街にいる本人から聞くしかないようですね。よし、そうと決まれば急がなきゃ。行くよ、サピョン。ラジャーだに。行きますか、じゃあ。来たー、やっとか、お前。こちらが、不思議探偵社ですか？雲海峡来たー。お、まだしも依頼、お待ちしておりましたー。白夜。いえいえ、彼は依頼人ではありませんよ。私の友人、雲海峡です。雲海峡？いやー、鏡なら間に合って。ペロン、私の能力はワープです。ただの鏡ではございません。ワープ？マジっすか？これからいろんな依頼を受けていくと、町と町の行き来も大変になるでしょう。その時に友人である彼らの力でワープができると便利かと思いまして。さすがハック、人脈広い。どっかの小動物とは大違い。ダニ。大違い。2回言うダニ。ただ私、雲海峡の知り合いはそんなに多くいませんから。この事務所の他にまだは、数箇所しかワープできないのですが。平気平気、へっちゃらだよ。ワープできるだけでも夢みたいだしね。準備はできてますよ。私を通ってあなたのお部屋までお帰りください。来たー。え、もう帰れるの？ありがとう、ハックン。うんがいきょう。いざ、人生初ワープ。これ、ワープする必要あんのか？まあ、ワープすっか。あ、ベランダに出てくんにゃ。おー、マジでワープできちゃったよ。いやー、生きてたらワープできる日も来るんだね。普通は来ないだに。よし、よし、それじゃ張り切って。張り切って。ダラダラしますか。いやいや、あれだに。雷みたい、今の。おめえ、依頼あれだに。あ、この子か。こんにちは。何かお困りのようですね。ミルクがね、帰ってこないの。ミルク？うちのね、白い猫ちゃん。赤色の首輪してるの。なるほど。ミルクちゃんがよく行く場所ってどっかな。いつもうちの近くの公園をお散歩してるよ。来た、これ、芦田愛菜かもしれん。いつもうちの近くの公園をお散歩してるよ。芦田愛菜だよ。大丈夫、私に任せて。必ず見つけて、連れてくるから。本当、お姉ちゃん、ありがとう。やばい、最近芦田愛菜のモノマネしてんから、全然芦田愛菜じゃなかった、今。ただの俺やった。猫か。いいよね、猫って可愛くてさ。猫探しかよ。まあ、探偵っぽいな、一番シンプルで。私もどうせ相棒にする。猫、それじゃない？それじゃない？ミルク、それじゃないか？違うか？私もどうせ相棒するなら、こんなのより猫が良かったかな。ジバニャンやん。ジバニャンいますやん。てめえ、こんなのとは何だに。あ、へえ、メンゴメンゴ。それじゃあ、まあ、パパッと見つけちゃおっか。この近くの公園ってことは三角公園かな。行ってみるだに。
ジバニャの方が良かったんか、スズコ的には。三角公園に到着。それじゃあ情報収集しますか。公園にいる人に話を聞いてみるだにね。まあ言うて二人しかおらんねんけどな。うん、この二人しかおらんわ。何か探してるのかい。猫か、白い猫見かけてないよ。あー、じゃあこっちは。俺じゃどうしたの、白い猫。うーん、知らない。じゃあこの人は、この人、こんにちは。あの赤い首輪をつけた白猫見かけませんでしたか。あら、そんな猫なら知ってるわよ。ここでよくお散歩、ここよくお散歩してる子でしょ。ですです。ほう、じゃあ近くにいるんや。そういえば昨日大森神社で白猫を見たけど、もしかしたらその子だったのかも。神社ですね、ご協力ありがとうございます。あ、神社まで行ったんか。結構距離遠いぞ、神社まで。神社に着いたけど、ここにも目撃者いるのかな。妖怪に来ても、妖怪に聞いてみてもいいかもしれないだにね。お、その発想なかった。ウサピョン、ナイスアイディア。妖怪いるんか、この近くに。迷子の猫の情報聞き込みしよう。はい。妖怪か、これ。妖怪じゃなかったら、通報した方がいいんじゃないか。あげあげはや。あれ、最高潮か。どっちやったっけ、最高潮がアゲアゲハ。こいつどっちや、こいつ。あんまこの辺のシリーズな、わからん違い。こいつ、妖怪絶好調。あ、絶好調や。ねえ、君、どっかで白猫見かけなかった？見かけたよ、白猫。お、ほんとだに、どこにいるかわかるだにか。段々坂の河川敷の方に向かって歩いていくの見かけたよ。え？段々坂、こっから？お、ほんとに目撃してるとは。僕はいつでも絶好調だからね。すぐ、河川敷に急ぐだに。え？ここから段々坂に行ったん、あの猫。絶好調が言ってたのってここで間違いないよね。あ、ミルクや。ミーっつってる。猫ってそういう鳴きやすんや。ミー。ま、めっちゃ白いやん、あいつ。今のは確かに白猫だっただに。追いかけるだによ。行きますか。めちゃくちゃ白いやん、あいつ。おい、サザエさんの玉みたいなやつ、俺。な、え、でもこれ、なんか、え、これなんか猫というか猫妖怪じゃないか。ちょっとタンマ、青猫日本足で立ってるよ。おい、あいつマジで、ええそんなことある。何もないねんけど、情報が。何やこいつ。妖怪。でもジバニャンっぽい。ジバニャンに漂白剤かけた感じやな。だからスズコを気に入ったみたいだにね。でしかも喋れへん、こいつ。マジでなんなんや。友達になって君色に染めてほしい。そう言ってるだに。友達になるのはいいけど、私色に染める？どうやって。何こいつ。おや、君たち何かお困りごとですにゃん。え、誰誰にゃんつってるやん。誰誰だに。にゃんぱち先生。ただのジバニャンのコスプレやん。ジバニャンコスプレ姿やん。これジバニャンじゃないの、これ。俺ちはルロリ教師、にゃんぱち先生です。にゃん。にゃんぱち先生って。これ、妖怪として認めていいんか。これ何これ。金八先生が猫になって死んだ自爆霊なん、これ。情報量多くないそれ。ああ、なるほど。彼女色に染まりたいのですにゃん。いいですにゃん。まさしく青春ですにゃん。そういう時にはこれを使うといいですにゃん。ん？マイニャン。マイニャン。何これ。これでこの猫妖怪を黄色に染めることができますにゃん。マイニャンは自由に姿を変えられる君だけの猫妖怪です。何それ。にゃんクリエイト。え、こいつ、え、なんなん、こいつには個性がないってこと。種族まで変えれるの、しかも声とかも変えれるやん。ちなみにマイニャンは特別にスキル技セットができる。すごっ。新しいスキルや技はニャンパイ特訓で覚えられますニャン。未熟なマイニャンは先輩のニャンパチの教育が必要ですニャン。ニャンパチとは、ニャンパイか。ニャンパイとは君が友達にしている他の猫妖怪たち。はあ、猫妖怪だけじゃないとダメなんやな。他は無理ない、普通の妖怪や。はあ、そもそも猫妖怪あんまないしな。ただしマイニャンのとこはリアルで3時間かかる。リアル3時間。なるほど。スグノビル Z を使えば一瞬なんや。能力を鍛えるのは5回までと決まっています。もし気になる気は能力をリセットしてやり直せます。はあ、分かった、理解。なるほどね。つまりこういうことですにゃ。分かりましたかにゃ。何それ面白そう。この私にうってつけ。そしたらまず名前をつけてあげるといいですにゃ。じゃあマスターだからマスターのにゃん。てめえちょっとまずだに、適当すぎだに。
え、バレた？まあ大丈夫大丈夫、後でちゃんと考え直すから。はあ、こいつ妖怪として一応入るんかな。それでは俺ちは授業がありますから、皆さんさようならですにゃ。まっさらにゃん。はあ、にゃんぱ先生さようなら。ってことはにゃん系妖怪も結構多いんじゃない今作。このアプリで君を私色に染めてあげるね。じゃあこいつ使えるってことやんな、普通に。なこいつでもさ、技とか種族変えねえとなかなか強そう。普通にジバニャンやんけ、お前、これ。あ、普通に登録はできるんや。なるほどね。あ、名前変えれねえの？アプリからもらったの、え、アプリをもらったのはいいだにが、探しちゃった猫じゃなかったらにね。確かに白猫は白猫やけど。あ、普通におるやん、あいつ。こいつや。この子だよ、サピョン。依頼人が探した猫。白い毛に赤い首輪、特徴もバッチリ一致してるだに。三角公園で知り合って今まで一緒に遊んでたそうだに。なるほど、この猫二人とも真っ白真っ白つながりで遊んでたんや。そっか、よし、それじゃみんなで一緒に帰ろう。はあ、めちゃくちゃ忘れてきてるやんけ。猫の恩返し状態やねんけど。ああれ、グッズ猫引き連れすぎだに。猫の恩返し状態なんですけど。あ、ストーリーロック外れた。キーク1個しかないんかよ、こっち。めっちゃ進めやすいやん。よく頑張ったな、わしからも褒美をやろう。お、やった。出たー、これじゃストーリーリンクするわ、この後。これはヌーではありませんか。ヒューヒュー、おじさん分かってる。喜んでもらえてようじゃな。それじゃあわしはこれで。ヌーがゲットできたってことは、ストーリーリンクで鈴木の方行けると。依頼完了だに、楽勝だっただに。どうしました？依頼だって調子のおじさんが持ってきてくれた依頼じゃん。それってただのお手伝いというか、探偵としてはどうかと思うわけですよ。言われてみればそうだに。でも肝心の依頼が来ないだに。多分なんだけどさ、ここに探偵事務所があるって気づいてもらえてないんだよね。そうなんよ、多分絶対そうなんよ。気づかれなきゃ依頼も来ないっていうか、そういうのもあると思うわけですよ。それは一理あるだに。じゃあどうするだに。お、なんか違法あるのか、気持ち悪いだに。さっさと答えを言うだに。バッチリ考えてあるんだな、これが。何ですか？じゃあ事務所のポスター。なるほどね、ポスターを貼り出すか。お、しかも結構本格的やん、ポスター。そらいい考えだに。これを貼れば知名度アップ、依頼人も来てくれるはず。早速貼りに行くだに。お待ちくださいな。どうしたの？ポスターを貼るのであれば町の人に許可がいるのかと。そうなの？じゃあまず許可をもらいに行くだに。どこに行けばいいだに？公民館に行ってみてはどうでしょう。詳しい人がいらっしゃると思いますよ。よし、公民館に出発。出発だに。絶対公式。まあどうせ絶対公式おじさんやろうなと思ったけど違うやん。あれ、こんにちは。こんにちは、ちょっといいですか。こんにちは。はい、こんにちは。どうぞそこの椅子に座って。失礼します。公式おじさんかと思ったけど違うかったわ。さてと。うさぴょん、お前態度悪いな。お前それでどうしたのかな。自分で作ったポスター街に貼りたいんですけど、どれどれ見せてもらってもいいかな。はい、まあここでも秋葉原じゃないからな。じゃあ青葉原じゃないからな。ここの人にさ、まあここだけか、桜住宅街に貼って、で青葉原に来てもらうってことか。でも駅で行かないかしな、誰か来んのかな。お、よくかけてるね、探偵事務所か。で、探偵、君がやってるの？はい、子供探偵か、懐かしいな。いや、僕も子供の頃はよく探偵ごっこしたものだよ。ちょっと待っててね。よっと、はい、反抗して完成だよ。お、5枚。5枚か。小さな探偵さん、頑張ってね。5枚か、5枚、どこに貼るか重要やぞ、これ。やったね、うさぴょん。でも、どこに貼るだに？そこも抜かりないのだよ。まずは用意したポスターは5枚。5枚、少ないだに。まあ、コピーとかじゃないやろうからな。手作りやろうから、多分。あまり時間なかったからね。でも人がたくさん来る場所に貼ればみんなに見てもらえるはず。ちゃんとどこに貼るか地図に書き込んできたんだから。お、よくやってるだに。はい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 。次どこに貼るか悩んでも地図を見れば安心だに。大事なものだから大切に持っておかないとね。よしよし、じゃあ貼っていくか。どこや？博物館、駅、銭湯、フラワーロード、神社。なるほどね、じゃあまず神社から行くか。え、神社のどこに貼ればいいんや、これ。このおじいさんとか。なんじゃお前さん、お参りに来たのかい？探偵事務所のポスターを貼らせてほしくて。そうかいそうかい。そ
そしてあの神社の横にある掲示板に貼っておこうかの。あそこなら目立つじゃろうて。ありがとうございます。元気があっていいの。こっちまで元気になれるわい。そうじゃ、お礼にこれをあげよう。やった、わーい、ありがとうございます。ほっほ、しっかりおやりなさい。オッケー、これで晴れたかな。1枚よし。あとは銭湯とどこや、駅やったっけ、とフラワーロードと博物館か。お、いい感じ。本当にこんなポスターでお客さんが来るだにか。来るって来るって。結構あれやん、でっかく貼ってもらったやん。そこのチミ、おい、なんやこいつ、喋りかけてきた謎のおじさんが。いつまで無視する気じゃ、こんなに意味ありげに立っておるのに。この怪しいおじさん、また声をかけてきたらに。やれやれ、怪しくならないぞ。お主らが来るのを待っておったのじゃ。何、このおじさん、また待ち伏せしてたらに。そろそろ通報した方がいいと思う。やっぱりただものではないご様子。怪しいおじさん、今度は何の話ですか。お主たち、行ってみたくはないか。ゴージャス&ミステリアスな世界に。え、何それ、ゴージャス&ミステリアスな世界。まずい、なんかそういうさ、なんかこうかっこいいとかかわいい言葉でさ、子供を誘拐しようとしてる。怪しい響きだに。私、興味ありまくりです。そうか、それじゃあ案内してやろう。こっちじゃ。いや、まずい、ついてたらまずいかもしれん。絶対ダメ。あー、やばい、人気のない山奥に。やれやれ、ここじゃ。ここは大森山のご神木。このご神木に隠された神秘が今明かされる。ここにはガチャマシンしかないだによ。まあ見ておれ。何は、何今の。あ、来たんじゃんこれ。お、何やら怪しげなものが。ここに鍵を使うと。これはまさか行けるのか今作も。こちら妖魔海域の妖怪エレベーターです。なんということでしょうか。やはり先祖代々祀られる場所にはそれなりの理由があるというわけですね。何言っとるだね、ごちゃごちゃうるさいだに。来た、妖魔界。それではこの鍵を授けよう。うわ、妖魔界への鍵。もう早ない、結構妖魔界に入れんの。その鍵があれば自由にエレベーターを使えるぞ。そんじゃエレベーターに乗るがいい。通行、行ってまいります。早くない結構。それではノンストップで参ります。ヨーマカはでもね、2の時あんま行かへんかったからね。1の頃はボスがヨーマカにいたからめちゃくちゃヨーマカ行ったんやけど、2は正直あんまりヨーマカ行く要素なかったよな。ちょっと雰囲気変わってんな。妖楽になってる。歓迎ヨーマカでございます。ちょっと待って、雰囲気めっちゃ変わってんな。ごめん、妖楽のもん。あれ、なんかめちゃくちゃ雰囲気変わってますやん。ここは一体どこなんでしょうか。なんだか立派な建物があるなに。ここはでもこの目ん玉とか変わってん。このおじさんマジでなんなんやろ。マジ何もんなんやろこいつ。ここは妖魔界屈指の高級料亭、その名も料亭妖楽じゃ。高級料亭、なんと魅力的な響きなのでしょうか。美味しいものを食べられるだに。そうじゃ、なるほど。ただしこの店ではサービスを受けるには連動していないと。もうそれかよ。高級料亭妖楽では実に様々な最高のサービスが君を待っとるぞ。ただし妖楽に入るには連動して紹介状をゲットすればならん。またそれかよ。妖魔界その場所になっちゃった。その先ないってこと、妖魔界の。なるほど、はい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 、連動に成功したら2時間以内な、なんかそういうのあるよな。分かってる分かってる。さすが高級料亭、一見さお断りってわけですね。お高く泊まってるたに。紹介状がないと中に入ることすらできんのじゃ。そんじゃ連動したらわしに話しかけてきてくれ。紹介状をくれてやるぞい。連動できんねんけど。妖魔界もう先ないってことか。あるんじゃん。いける。ピチピチ、ああ無理か。ピチピチ、お前ピチピチって言うんや。お前ピチピチって言うんや、喋るとき。なるほど、妖魔界こういう風になっちゃったんか。じゃあもうあいつおらんやん絶対。いかかもね。そういやさ、さっきもらったマイニャン、これやってみる。ニャンクリエイト姿、うわすげえ。耳とか、うわー、こんなところまで顔の模様とか。すごくね。待って、色も変えれるってことこれ。
すごいこれ。これいいやん。この要素いいな。色も変えれるし、じゃあこれ色は変えれたら変えだし、声も変えれる。うわ。絶対これ。絶対これ。種族。種族も変えれちゃう。プリチエ。いや、薄ら影にしとこう。ここは。薄ら影。名前も変えれます。こいつの名前バジャバジャです。めっちゃ名前キモくない？なんかもう見た目に合ってる。バジャバジャ。ほんまに妖怪っぽい。うん。名前も見た目も声もめっちゃ妖怪っぽい。最高や。こいつ。これで完成や。あ、スキルとかも変えれるのか？スキルダメダメ。あーでもこれありか。これを特訓しなあかんからダメやな。で、多分ニャンパイの特訓もできひんから。あ、ニャンパチ先生おるやん。あ、そっか。ロボニャンおるわ。ロボニャンおるわ。これロボニャンにちょっと鍛えてもらおう。バジャバジャ。バジャバジャって名前キモすぎん？